久保さん、今回仁義なき戦いの仁にしましょうか。仁仁仁意味。仁の意味って何なんだ仁思いやり慈しみ。うん。なるほどね。仁。 人気なき戦いっていうね。僕ね、あの、薬剤映画とかも好きなんですけど、なんかね、うん、まあ悪いことしてるんですよ。悪いことしてんだけども、うん、なんかそこにはね、なんか、ある正義があるんですよね。うん、なんかその、規律を守るというか、なんすかね、悪いことしてるんだけども、その中に正義があるというか、なんかその、南の低音もね、好きなんですけど、南の、 帝王も、まあ、貸金業を違法ですよねって多分だけど、違法なんだけども、まあ、そこに正義がある、あったりするんですよ。逆に言うと、借りてくるお客さんの方が悪人みたいな。<laughs> 借りる、借りてとんずらするお客さんの方が悪人みたいなね。なんかこ、これもね、ミスマッチしてるというかね、すごく面白いんですよね。だから、どっちが悪人なのかっていうのがよくわからないっていう。 うん、どっちがいい人なのかわからないっていうね。そう。僕はね、南の帝王、やっぱいいっすね。あれはいいな。そう。あれはね、まあ、永久の僕の中では、あの、バイブルですね。南の帝王から学んだことがたくさんあるんで、特にやっぱ僕はお金のね、商品扱ってるんで、南の帝王シリーズはね、ほんとね、 学びがすげえありますね、あれは。お金に関しては。うーん。あれ、すごい伝説ですよね、あれは。まあ、あの、ほんと、竹内力さんの、バシッてハマってるっていうのもあって、うーん。あれはもう、永遠のバイブルですね。うん。まあ、あの、闇金牛島くんとかも好きなんですけど、やっぱね、南の帝王はね、 僕の中ではやっぱ、あそこにもね、なんか、竹内力の、南の帝王の陣があるんでしょうね。きっと。うん。じゃあのね、南の帝王の、あれも面白いんですよ。まあちょっと竹内力じゃないんですけど、なぜ南、南の帝王になぜなったのかっていう、いきさつの、南の帝王のその若い時。 それ、それも見たんですけど、それも結構、結構面白かったですね。あ、こうやって、なんでこうなったんだっていう、その過去がね、描かれていて、そう面白かったですね、あれも。うん。あれ面白かったですね。<laughs> あれもあれで。うん。そう、人。あなたの中のジンってなんですかね <laughs> そう。うん。まあ、少なくても、ね、 吉谷さんが帰らないから僕たちが帰れないんですよっていうところに人はあるのかなっていう。多分ないと思いますけどね。人っていう。<laughs> まあでもあるか。あるか。あるのかな。自分の中の正義というか。うん、社員の中の正義あ,りあるからね。うん。でも会社全体の思いやりはないでしょうね、そこは。 うん、でも会社で飯食ってる、会社から給料もらってるんだったら、まあ会社に対しての思いやりは欲しいとこっちゃ欲しいとこですけど、まあそれも、会社がそれを作ってあげるっていうのも思いやりだし、<laughs> それが作れてない、ブラックですっていうところも、思いやりがないのかもしれないし、まあどっちが正しくてどっちが悪いのかっていうのはないんですけどね。うんでも事実,事実という側面で見るならば、 うーんお金は天から降ってこないってことですね。うんそうまあ、まあ唯一普遍の事実ですよね。そう。売上が上がらなかったら給料は払えないっていう。でも給料払わないといけない責任があるから借り入れするっていう。<laughs> まあ僕はそれをしたんで、でもそれもまあ人生の中ですごく、うーん まあね、他人のために借金するみたいなもんですよね。他人の、他人の人生、他人の給料払うために自分で借り入れして自分の貯金ぶち込んで、会社にぶち込むっていうのは、まあ普通に生きてたら多分あんまないと思うんで、なんかその経験は、まあ今、すごいいい経験したな、今、今となってはですよ。その時はもうしんどかったですけど、今となったらあの経験が人生の中で深みを、より深みを増したんじゃないかなと思いますね。 そもそもね、人に給料を払う側になる人も少ないだろうし。うん。あれはね、非常に僕の中で人生のまた一つの1ページですね。あれは良かった。うん。まあ、あと使いますけどね。<laughs> 一生、一生、多分あのセリフは使うでしょうね。吉谷さん帰れないから、僕たち帰れないんですよっていう。あれはね、もうね、心の中に、 なんか、なんすかね、すごく突き落とされた感じがしましたよね。<laughs> 俺何のために頑張ってるんだっていう <laughs>。みんなのた、なんかみんなのために頑張っ、きね、売り上げ上げないとか給料みんなの払えないみんなのために俺頑張ってんのに、みんなのために頑張ってるのに、何な,なんだみたいなね。<laughs> なんかすげえ心の中でね、あのー、 心を包丁で刺された感じ、えぐられこ、心を包丁でぐりぐりえぐられた言葉ですね、あれは。うん。はい。まあ、い,いや。はい。ということで、人ですね。あなたの中の人は何ですかいってらっしゃい。